各位大家晚上好，非常感谢大家出席由这个亚技术院亚洲现代思想计划信马办公室主办以及这个龙雪华他们所协办的这个演讲哦。其实跟这个龙雪华他们的合作也已经有一两年的时间哦。我们从这个2013年哦，其实邀请了这个香港岭南大学的这个陈新桥罗永生。跟这个岳云聪老师来谈这个香港在后殖民情境底下的这个身份认同，以及在香港比较具争议性的这个本土的论述。那其实去年的这个8月，同样在这个空间我们举行了1.5天的这个重返马来亚政治与历史思想的这个研讨会。那今年3月份，同样的我们也邀请了这个韩国延世大学的这个白永瑞老师来跟我们谈从韩国的内部去看这个中华帝国的这个问题哈。所以其实我们看到说在跟这个雪华堂的这个合作的这个活动里头哈，我们其实聚集了来自香港、日本、冲绳、这个台湾，还有新加坡以及马来西亚以及印尼的知识人哈。那我们觉得说这样子的一种知识人的在地经验的这个交流，也正是亚技术院的一个努力的方向哦。所以在这里还是要代表这个新马办公室向罗雪华堂表达这个真心的这个感谢。好，谢谢。那其实今天会邀请慈善先生来谈这个战后70年的历史的问题哦，也是一个因缘巧合。慈善先生本来是来这个吉隆坡要谈一个出版合作的问题哈，可是被我们拉来给讲座，而且还要给2场哈，所以非常感谢他费心的这个准备，而且我们也觉得说为了这个减轻这个慈善先生的语言的负担，所以今天我们也非常感谢。这个英国诺丁汉大学马来西亚分校的梁月梅老师，今天他帮我们担任这个现场的这个中文的这个口译的这个工作，好，所以对此也谢谢这个梁老师。那另外，其实谈到这个战后70年哦，那我自己的感触其实也非常深刻，主要是今年。7月在东京的时候，看到的3个情境哦，其实让我有很多的一个思考哦。那第一个其实就是说，我们看到在今年，因为是二战之后的这70年，在日本，无论是书店或者说民间，其实有各种不同的这个讲座。那其实我们也发现特别印象深刻的，就是在一间书店里头，他在楼梯间，其实他设了有关这个纪念或者说反思所谓的这个原子爆弹的这个摄影展哈，这个是让我们看到说，哎，其实日本境内他对这个战后最深刻的历史记忆，就是这个原子爆弹之间的这个问题。那第二就是说，在这个东京，其实也看了一部讨论有关冲绳。如何被卷入在1945年的这个战争里头，以及在战争之后美军基地跟美军对冲绳人的生活它的影响跟冲击。所以我们看到其实今天常常把日本跟冲绳好像合为一起，可是我们也知道说日本它成为一个近代国家以来哦，其实跟冲绳之间其实是有很复杂的这个关系，包括今天可能在冲绳境内对战争的这个回忆，可能跟日本国里头的人其实是很不一样的。那第三其实就是同样的在今年7月跟随这个日本朋友其实到这个日本国会去观察这个日本民众因为反对这个刚通过的这个新安保法的这个问题哦，所以我们看到说，无论是由中学生所组织起来的，还是民间的这个团体哦，他们所表达出来的对这一个反战跟要维护这个战后的这个和平的这种原则哦，其实也让我去思考，到底日本社会、日本民众跟日本知识人，他们怎么去思考战争的问题，他们的历史记忆是什么？那当然，我也必须要承认说，其实这个问题
相同的回来，我们放在马来西亚的这个语境来讲，我们同样也要去思考说，也许战争离我们很远，可是我们对战争的记忆，我们怎么去思考战争的问题？其实也许跟我们也是非常相关的，所以这个也是这个机缘哈。我觉得这个问题有些时候是历史的问题，有些也是当下的问题，所以也很高兴说慈善先生他今天会来跟我们分享他的一个想法。那慈善先生其实可能大家都已经了解说他在日本其实担任这一个现代思想一份属于必然性思想的刊物的主编其实长达16年哈，所以一直以来他跟日本社会的这个发展的这个脉动其实是扣得非常的紧哈，所以今天他想要从一个历史的一个角度来让我们理解到底在这个二战之后日本社会对这个战争对历史记忆的问题有怎么样的一个发展。好，所以我们今天进行的方式就是说慈善先生大概会讲一个小时左右，可是因为有这一个翻译，所以我们这个部分大概会有一个半小时，所以希望大家也可以比较的耐心哈。那另外之后我们会再请这个龙雪花堂的这个执行长陈雅才先生，同时也是文史工作者，可能从马来西亚的这个语境来回应这个慈善先生的这个他的一些想法。好，我想时间非常宝贵哦，那我也不多说了，我们接下来就把时间交给慈善先生，谢谢。はじめまして、池上と申します。東京から参りました。今日はよろしくお願いします。大家好、我是池上圣言、高兴今天能够在这儿跟大家见面。通訳の関係がありますので、こうやって話したいんですけども、一応原稿を準備してきましたので、それを今日は読ませてください。すみません。今天我们依照原稿阅读我的想法。座らせていただきます。今日この場で、こうやってお話をさせていただくことを大変非常に嬉しく思っています、このホール、マレーシアは私来たのが2度目で、このホールでこうやってお話をするのも2度目です、昨年の8月、今上先生からお話がありましたようにですね、マット、シンガポール、マレーシアが、ここで開いた、マレーシアリリーズのシンポジウムに訪れたことがあるからです、その時私はですね、マレーシアのチアブンコン先生チアブンケン先生のコメンテーターとして来ていました、私のコメントっていうものですね、今から考えるとですが、とても恥ずかしいもので、全くコメントになっていませんでした、実に不十分なものでありました、チア先生にですね大変申し訳ないことをしてしまったんですけども、再度、挑戦してですね、もう一度きちっと千谷先生に対してちゃんと考えを伝えたいとずっと思ってきたわけですが、その思いを果たすことなく千谷先生は亡くなられたということを知りました。本当に残念です、千谷先生のですね、共産党史研究についてお聞きしたいこと、また後ほど話しますけど、日本の経験と比較してみたいなど山のような質問を、用意してきたのですが、今は構わぬこととなってしまいました。其实这次是我第二次来这个讲堂，去年8月我以今天的主办人魏老师的邀请出席了亚洲现代思想计划在新加坡和马来西亚召开的讲座，再度思考马来西亚。那一次我是马来西亚历史学家谢文庆的回复人，现在回想起来我觉得当时自己的回复很不足，因此对于谢老师感到万分抱歉。我一直希望能够再次挑战，好好地对谢老师传达自己的想法，可是非常可惜的是，在我能够完成这个心愿之前，谢老师已经去世了。我对于谢老师的过世感到万分难过。我一直想请教谢老师有关他对共产党的研究，也想以日本的经验做出种种的比较。
我会对我在此会稍后做出介绍。可是谢老师的过世一直以来，我想跟他请教的储存在心中的各种问题，现在都无法实现了。昨年ここに来ましたとですね、今回この会議に呼んでいただいた祖さんに案内されて、彼女の故郷であるマールで短い旅をすることはできました。そこで私はですね、帝先生に、教えられてですね、戦争中の日本軍によるムアールにおける過人虐殺のお話を聞くことができました。当時の様子を生々しくまだ記憶されている方々が町のホールに集まられて、その人たちからも虐殺の様子を詳しく聞くことができました。マレーシアにおける日本軍による過人虐殺については日本では本が 2,3 冊出版されていて、今で調査研究は徐々にでありますが進んでいます。しかしこのムアールにおける虐殺というのは私は知りませんでした。こういうことがマレーシアの各地で、そして東南アジアから東北アジアにかけて広く行われていたことを書物の上では知っていましたが、実際に当事者のお話を聞き意見の交換できたのは何よりも私にとって貴重な経験としてありました。去年到了马来西亚之后，苏顺信小姐带我到她的家乡麻坡走走。在麻坡，我听到郑先生，就是本地的温室工作者，郑先生诉说战争的时候在日本军在麻坡虐伤华人的谈话。我在麻坡的会所里倾听对当时的惨状还历历在目的人们细述当时的惨况。有关日本军虐伤华人的书目，其实在日本已经有两三本被出版了。有关日本军虐伤华人的调查研究也在慢慢的进行中，但是当时的我并不知道在麻坡也曾经发生过这样的虐伤华人事件。我想除了在书本上知道这样的事曾经在马来西亚各地还有在东南亚和东亚都频频发生过之外，能够倾听经历过这些事情的人们诉说他们的经验和他们交换意见，对我来说是一个非常难得的经验。しかしその後、その後もっと印象的だったのはですね、皆さんのお話を聞いた後、ささやかな昼食を一緒に、食べました。食事が済むと食後のデザートが振る舞われましたが、それは2種類のお菓子でした。一つはマレーのお菓子、もう一つは中華のお菓子でした。聞けばですね、これは我々に対する特別なおもてなしではなくて、マレーシアでは広く一般にですね、食後に文化の融和を願う気持ちで常に2種類のお菓子を食するということを聞きました。私は深く心を打たれました。日本軍がマレーシアで犯した罪は主に、まず第一、過人の虐殺及び強制労働、2、経済インフラの破壊、3、人種差別の強化、いわゆる分割統治というやつですね、とまとめることができると思います。マレーシアの現在の様子は時折ニュースで目にしています。政権の腐敗とかさまざまな問題がありますが、とりわけ大きな問題として人種差別の問題を皆さんは提起されているように思われます。またこれは昨年のシンポジウムのテーマでもありましたように、人種間の共存を政治的に文化的に思想的に歴史的に深く探っていくことがマレーシアの現在の大きな課題であることがよくわかりました。しかもそのことがずっと日常的な実践の中でマレーシアの民衆の間で行われていることに私は感動したんです。在倾听过那些人们诉说他们对战争的经验之后，让我印象深刻的是和大家在一起吃过饭后，我们被招待吃两种糕点。我问他们说那是什么糕点，他们告诉我一个是马来人的糕点，一个是华人的糕点。在马来西亚，为了祈愿文化和谐，大家饭后都会食用这两种糕点，这让我感到非常感动。我想日本军在马来西亚所犯的罪主要有一，虐伤华人和强制劳作，二，破坏经济和基本设施，和三，强化种族差别分隔统治。我有时候会在电视上看见有关马来西亚的新闻，除了政权的腐败等等的问题之外，大家所提出的比较大的问题是种族问题。和去年的讲座的主题一样，马来西亚目前的大课题是在政治、文化和思想上探讨种族共存的课题。让我感动的是，马来西亚人在大家的日常生活中
一直在探讨这个问题。1945年、日本は無条件降伏によってそれまでの帝国主義、軍国主義的ファシズム体制が崩壊します、そこから以前の日本、その以前の日本をいかに反省し、どのような国にしようと思って実践したのか、あるいは実践できなかったのかということを70年の歴史をこれからごく短くではありますが説明してみようと思います。もちろん歴史は多様であり多岐にわたりますが、私は主に思想的な側面に重点を置いて語ってみたいと思っています。できる限り時代を区分しながら、それぞれの時代の思想的課題を明確にし、それをどのように解決しようとしたか、あるいはできなかったかということを指摘しようと思います、皆さんは特にマレーシアの歴史と並行して日本の歴史を想像してもらえればいいかなと思います。日本の戦後の歴史を理念として一貫して記述したものはいくつかありますが、いずれも仮説であり、広くコンセンサスが取れているものはとてはとても言えません。ある時代を強調すればある時代はおろそかになります。私の心にもそうしたものの一つですが、仮説の域を出ません。現代史の場合は専門家だけでなく広く一般の人々の激烈な批判に知らされます。それだけ生きた歴史であるからです。しかしそれを恐れていては前進できません。やってみようと思います。在1945年日本无条件投降，因此帝国主义军国主义的法西斯体制也跟着崩坏。日本在投降后到现在，在这70年当中，日本如何进行反省，在想把日本变成一个什么样的国家的想法之下，对我们所达成的事情和无法达成的事情做出一些说明。当然历史是有很多面的，我想把焦点主要放在思想上来说明。与此同时我会对时代做出区分，明确地指出每个年代的思想课题的解决办法或无法解决的事情。我希望大家能够同时想象马来西亚的历史。有些书本对日本战后历史的理念进行一贯式的记述，但是那些记述有的过分强调某个时代，有的却忽略某个时代，并无法达至一致的看法。我的尝试其实也和那些差不多，只局限于假说。对于现代史，不止专家，连一般的人们也会对它进行激烈的批判。因为历史是活着的，可是如果我们感到害怕，我们就无法前进。まず最初の10年間ですね、1945年から1955年を一つの区切りとして、まず語ってみたいと思います。首先我把日本战败的最初十年就是1945年到1955年来说出做出解说。敗戦から最初の10年を私は戦後と呼ぶことにします。我把日本战败的最初的十年称作战后。70年を通してずっと戦後であるのですが、戦前の経験を最も反省し、それを全く別の理念に基づいたものへと変革していこうとする意識と思想と実践に最も満ちた時代だと思うからです。日本の戦後70年の今でも参照すべき最も基本的な要素が全て出揃った時代でもあります。憲法、日本語憲法、サンフランシスコ講和条約、アメリカの占領、共産党の役割など、この時代の振り返り方が現在の日本の混乱の大きな要素となっています。70年過去了、我们一直都处于战后的时代、但是从1945年到1955年的 年代也是我们对战前经验做出最多的反省，实践我们的决心与思想，发展出不一样的理念，进行改革的一个时代。日本战后七十年的今天，是那些最基本的要素聚集在一起，是我们必须重视的时代。日本宪法、旧金山条约、美国的占领、共产党的决策等等，是导致目前的日本陷入混乱的一大要素。戦後の思想というのは、まず戦前の軍国主義、ファシズム、帝国主義の解明から始まりました。それは明治維新からの、つまり日本の近代の始まりからの歴史を再考することでもありました。その代表的な思想家として、丸山正夫という人がいますけど、彼は、日本軍国主義の論理と心情を解明した文章を
1947年になりました。彼は原則的な態度を維持したまま、理論的に状況に介入する文章を次々に発表し、この時代を代表する、あるいは戦後日本を代表する思想家となり、後代の知識人のみならず市民全体に与えた影響は計り知れないものがあります。谈到战后的思想，我们必须对理解战前的军国法西斯主义和 帝国主义。那也是说，我们必须再思考日本的明治维新，就是说日本近代时期开始的历史。这个说法的代表性思想家是丸山真男，他在1947年写下简明有关日本军国主义的理论和心情的文章。他抱着原则性的态度，一一发表有关介入理论的文章。他成为战后日本思想家的代表，不止后代的知识分子，连市民全体都受到极大的影响。彼は1947年に書いた文章で、こう言っています。日本軍国主義に終止符が打たれたのは、終止符が打たれた 8.15 8月15日の日は、また同時に超国家主義の全体系の基盤たる国体がその絶対性を喪失し、今や初めて自由なる主体となった日本国民にその運命を委ねた日でもあったのである。丸山真男在1947年这么写道：8月15日是日本军国主义被写上休止符的一天，但是与此同时，这也是作为超国家主义的全体系的根基的国体丧失及绝对性，而让第一次变成自由主体的日本国民决定国家命运的一天。超国家主義あるいは国体といった言葉にはいくつか注意が必要かもしれませんが。1945年までのセメント化した日本が一気に崩壊し、自由な主体となった日本国民に彼がかける期待が読み取れる文章です。彼の思想の特徴というのは、思想および心理の構造的把握になります。日本軍国主義がどのように民衆を利用し、そこから日本の民衆が自身の力で反省し、新しい戦前とは違う国家を作ることの期待にあふれています。彼はその民衆の主体的活動の余地を救うため、そして戦前の体制の責任を明確にするために、日本の思想の個人的性格ではなく構造的把握を目指します。对超国家主义、国体这些名词，我们可能必须加以注释。在1945年以前，日本的僵硬化在一瞬间崩坏。我们在丸山真男所说的“变成自由主体的日本国民”这一句话中，不难看出他的期待。他的思想的特征是他对思想和心理的掌握。对日本军国主义如何利用了民众这个问题，日本民众以自身的力量来进行反省，期待创造和战前不一样的国家。为了救赎民众的主体活动和确认战前的体制的责任，丸山真男并没有注重于思想的个人性格，而是把目标锁定于掌握思想的构造。戦後の思想的課題というものは、日本国民がいかに内在的に中から変われるかどうかでありました。その時代的背景にはいくつかがあります。もちろん第一に、もちろん戦前の反省です。第二番目にですね、アメリカ軍による占領と属国化への危機。属国化というのは、これは書いてないんですけど、いわゆる日本というのはアメリカの従属国として今大変読めるんですけども、その危機感をこの時点で覚えたということですね。3つ目が、当時勃発した朝鮮戦争、4つ目が、民衆運動の高揚などです。特に民衆運動の高揚は、再びの戦争への危機感と、何よりも米軍基地の存続と日米安保条約によって属国化し独立を失うことによる危機感があるというものでした。そこで目指されたものは、戦前とは違う国家の理念であり、とりわけ国民のありようでした。日本はよく知られているように、アジアで初めて近代的国民国家を成立させ、近代化を目指しました。その際に参考にし模倣したのは西洋の国民国家でした。しかしそれは民衆的基盤を欠いているというのが戦後の多くの人たちの反省でした。ある論者はこの時期を指して、日本で初めての民族解放運動期であると言っています。直接にはアメリカからの解放、冷戦に巻き込まれることへの不安であり、間接的には今や自由になったとはいえ、未だにその遺産が残り続ける戦前のファシズム体制からの解放でありました。
この時のスローガンをまとめますと民主、平和、独立ということになります。在日本国民中如何产生内在的变化是战后的思想课题，那个时代的背景有几个，第一战前的反省，第二对美军的占领和依赖美国的危机感，就是刚才池上先生所说的做共感，第三朝鲜战争，第四民族运动的羔羊等等，特别是民众运动的羔羊是来自害怕再次陷入战争所产生的危机感，而美军基地的继续存在和日美安保条约所导致的熟国化，就是他说的做共感，而丧失独立的危机感是让民众运动的羔羊的重大因素。民众运动分子想达成的是希望创造和战前不一样的国家理念，特别是国民的心态。众所周知，在亚洲，日本最初成立了近代国民国家的朝向近代化迈进，那个时候日本所参考的是西洋的国民国家，可是欠缺了民众的参与是战后很多人所反省的一点。有些论者说，在这个时期日本进行了最初的民主解放运动，直接地说是美国解放，害怕陷入冷战的不安，间接地说现在大家都变得自由了，战前的法西斯体制的解放，当时的口号是民主、和平、独立。そしてこの民族解放運動はですね、必然的にアジアの第三世界の民族運動と接近することになります。この頃式にですね、1955年のバンドン会議、インドネシアのバンドン会議ですね、およびそこで提起された平和10原則、5原則などが日本の運動を目指す方向として一致して指摘されていました。先ほど言いました丸山正夫という学者がですね、時事評論で冷戦体制に巻き込まれることへの危機とそれへの対抗としての原理原則を維持したままの中立は可能であることを書き続けたのもこの一環としてあります。つまり丸山正夫は中立、バンドンと同じですね、中立を主張したわけです。そのアジアからいかにして思想を学ぶかということで、積極的に発言した、思想家に竹内義美という人があります。民族解放运动自然地和亚洲与第三世界的民族运动接近，这个时候1955年的印尼万隆会议，还有在这会议中被提倡的和平共处十项原则、和平共处五项原则等等，被指说是日本的运动所设下的目标一致。丸山真男在时事评论中不断地提到，从害怕陷入冷战体制而产生的危机感，让日本后退一步，以维持原理原则、保持中立的立场是可能的。竹内義美は中国の作家魯迅の研究を通じて、日本と中国の近代化の過程を比較し、中国の近代化を日本のこれから目指すものとして提起しました。あまりに簡単に近代を受け入れた日本と、相当の抵抗を示しながら独自の方法で近代を受け入れた中国の差です。ただ、これは彼はこうした考えをアジア全般に広げています。而日本的思想家竹内好则积极提倡如何从亚洲学习思想。竹内好通过研究鲁迅来对日本和中国的近代化进行比较。他认为中国的近代化是日本应该学习的。中国和日本的近代化的差别是在于日本很简单就接受了近代化，但是中国则对近代化有着相当的抵抗的同时，以独自的方法接受了近代化。竹内好把他的见解传到了全亚洲。彼はこう言っています。自由とか平等とかいう文化価値が西洋から浸透する過程で、タゴールが言うように武力を伴って、マルクシズムから言うならば帝国主義ですが、そういう植民地的侵略によって支えられた。そのために価値自体が弱くなっているということに疑問があると、問題があると。例えば平等といっても、ヨーロッパの中では平等かもしれないが、アジアとかアフリカの植民地搾取を認めた上での平等であるならば、全人類に貫徹しない。ではそれをどう貫徹するかというときに、ヨーロッパの力ではいかんともしがたい限界があるということを感じているのがアジアだと。現代のアジア人が考えていることはそうではなくて、西洋的な優れた文化価値をより大規模に実現するために、西洋をもう一度東洋によって包み直す、逆に西洋自身をこちらから変革する、
この文化的な巻き返し、あるいは価値の上の巻き返しによって普遍性を作り出す。これが東対西の今の問題になっている。その巻き返すときに自分の中に独自のものがなければならない。それは何かというと、おそらくそういうものが実態としてあるとは思わない。しかし方法としては、つまり主体形成の過程としてはあり得るのではないか。朱内浩这么说到，自由和平等这些我们所说的文化价值，在从西欧渗透到亚洲的过程当中，就如印度诗人、哲学家和反现代民族主义者的泰戈所说的那样，其实这些文化价值是伴随着无力的。从马克思主义思想上来看，这叫帝国主义，而帝国主义是靠侵略殖民地来支撑的。我想问题出现在这些价值本身并不稳固，所以必须靠某些东西来支撑着。比方说，即使我们提及平等，也许在欧洲本土可能真的有平等，但是如果他们承认说自己曾经占据亚洲和非洲殖民地，这所谓的平等并无法贯彻全人类。当我们提到贯彻平等时，觉得单靠欧洲的力量无论如何也无法解决这问题的一方，我想就是亚洲。为了能够更大规模地实现西欧的优良文化价值，东洋必须再次地包含西方，并亲自改革西洋。靠这文化上的反攻或价值上的反攻来创造出普遍性，这是东方对西方的陷阱的问题。在反攻时，我们必须拥有本身独特的东西。如果你问我那是什么，我不认为这东西是任何实质上存在的实体。但是我认为从方法上来看，即使说主体形成的过程它是可能存在着的。戦前の日本の思想にですね、アジア主義というものがあります。これは近代化の初期にアジアとの連携を目指そうとしたものですが、この思想は大東亜共栄圏へと帰結し、最悪のものとなり、ファシズムと植民主義のイデオロギーとなりました。しかし竹内の主義はそこから逆に、日本のアジアへの手がかりを探ろうとしています。このようなある意味危険ともいえる思想的探求が戦後思想の特徴を成しています。戦前の日本の思想中包含了亚洲主義、这是近代化初期日本希望和亚洲携手合作的念头，但是后来却变成日本帝国主义、大东亚共荣圈那样最糟糕的结果，也变成了法西斯和殖民地主义。但是竹内好认为这可以成为日本对亚洲的探索，在某个程度上来说，这危险的思想探求成为日本战后的思想特征。この時代の思想を特徴づけるもう一つの要素が歴史意識です。これは上記今まで言った丸山正夫、竹内義美も共通していますが、歴史学では主に石茂田翔、遠山茂樹、江口国郎といったマルクス主義者がこの思想を担いました。彼らの特徴は、その中の一人石茂田翔は歴史と民族の発見という本を書いていますが、このタイトルに象徴されるように、これからの民族の方向を歴史の中に探るということにあります。そこから明治維新、資本主義、帝国主義についてなどの歴史の認識が深められることになりますが、最も大きな特徴は日本史と世界史との関連にあります。これは簡単に言えば連帯の探求でもあるのですが、アジア、世界を全く無視して侵略を開始した日本の反省でもあります。例えば、現在日本で最大の問題となっている日本国憲法をはじめとするアメリカの戦後処理の問題も、世界的なファシズム人民戦線、反ファシズム人民戦線から基礎づけられることになります。そこでは憲法を今言われているようなアメリカの押し付けではなく、世界史の流れに沿って主体的に受け入れる道筋を探ったのです。また日本の帝国主義の特徴を19世紀以来の世界史から理解する試みも盛んになされました。为这个时代思想写下特征的
另外一个要素是历史意识。上面所提到的丸山真男和朱念好之外，在历史学上有石母田正、远山茂树、江口普郎等等马克思思想主义者，他们的特征可以从石母田正所做的历史和民族的发现看见，既是从历史中探索民族的方向。随着探讨民族维新、资本主义、帝国主义等等，最大的特征是和世界史的关联。简单来说，这虽然是对元代的关系的探求，但也是无视亚洲和世界，开始进行侵略的日本的反省。举例来说，现在日本最大的问题是日本宪法和美国的战后处理的问题，也是以世界的反法西斯人民战线为基础。宪法并不是大家所说在美国强迫下所做的，它是沿着世界史对接受主体而做的探求，还有在十九世纪以来从世界史中探求帝国主义特征这个问题已变得火热起来。この時代の思想は戦前の反省に向かって内在的に民衆の中からもう一つの新しい国家を作るための思想でした。そこで語られた民衆の主体を表す言葉は主に国民とか民族であります。しかしこれらは当時からかなりの批判を伴っていました。その理由は戦前の日本帝国主義は主に植民地人民に対して日本国民になることを強制したからです。国民という言葉は植民主義と分かち方と結びついています。また民族という言葉も日本民族の優秀性といったドイツのナチスを連想させるような意味で使われる場合がほとんどであったためです。这个时代的思想是对战前的反省上内在的民众希望创造出一个新的国家的念头下所产生的。在表现民众的主体上，我们所用的词汇主要有国民和民族，可是这些在当时都受到不小的影响，不小的批判。我们因为战前的日本帝国主义强制殖民地的人民变成日本国民，国民这一词汇和殖民地主义有着很大的关联。还有民族这个词汇让人联想到日本民族的优秀性和德国的纳粹主义。こうした理由からこういった言葉、民族と国民とかいった言葉への心理的抵抗はかなりあります。それにもかかわらず高揚する民衆運動を背景にそれをアジアの方向に位置づけていき民衆全体の変革を目指すのか、あるいは戦前の思想の復活と見るのか、論争は50年代の思想の見直しと同時に今も続いています。しかし50年代の思想はあまりにも現在忘却されています。以上の考えはですね、去年ここで行われましたマラヤ最高でも、マレーシアの50年代の思想の最高が行われていまして、それに刺激を受けたということも あります。因为以上的这些理由，大家对那些词汇存在着抵抗的心理，但是在高扬的民众运动之下，他们被定位为亚洲的方向。这究竟应该被视为民众全体改革，还是战前思想的复活？这个论争在我们重新思考五十年代思想的同时，现在也还在进行着。可是现在五十年代思想有被渐渐忘却的迹象。去年在这里举办的再度思考马来亚讲座中，进行了对五十年代的思考，我为此而受到一些启发。続きまして、年代が1955年から1990年、長い35年なんです。1960年の日米安保条約の反対運動は戦後期の最後にして最大の闘争でした。その動員力と高揚は戦後最大の民衆運動だと言っていいでしょう。しかしこれを機に民衆運動はほとんど姿を消すことになります。この長い35年間はいわゆる高度経済成長の時代であります。政治的には55年体制と呼ばれています。55年体制というのは直接には共産党とか少数の野党を除き国会の議席の3分の2を保守党である自由民主党、3分の1を、進歩的な日本社会党が占めるという体制を指します。これが、ソフト反共国家でありアメリカの同盟国として完全に冷戦体制に込み込まれたことの象徴して、こう呼ばれています。共産党も自由に活動し自由な選挙を行われているにもかかわらずこの比率は40年近く変わりませんでした。接下来我们谈谈1955年到1990年的35年间，日本举行了战后时期反对1960年日美安保条约的最后和最大的反运动斗争，那可说是最高扬和战后最大的民众运动。
可是在这之后，民众运动渐渐消失。在这漫长的35年，即是我们所说的高度经济成长期，在政治上，我们把它称为55年体制。55年体制是指，除了共产党之类的少数在野党，国会议席的2/3被自由民主党所占据，剩下的1/3被日本社会党所占据的体制。日本是轻微的反共产国家，同时也以美国盟友的身份完全纳入冷战体制。共产党能自由参政，国内也举行自由选举，可是国会议席的比率近40年都不曾改变。経済成長、日本の経済成長というのは皆さんご存知だと思いますけれども、この時代は冷戦体制にしっかりと組み込まれ、アメリカの庇護のもと経済政策に専念した日本がソフト反共国家としての役割を果たしながら経済成長を達成した時代です。この時期を2つに区分してみたいと思います。1つは55年から70年で高い経済成長率を維持してきた時期です。それへの批判と疑念は60年代末に起こったいわゆる世界史的な1968年という出来事です。学生と新作商派による判断です。それが一段落した後、低成長である70年代が開始されます。我想大家都知道经济成长这时期，在这时代日本采取 冷战体制，在美国庇护下专心把政治搞好，同时也扮演好他的反共产国家的角色，达成了经济成长。我想把这个时代分为两个时期，一个是1955年到1970年，日本维持高度经济成长的时期，在60年代末出现了对这高度经济成长时期的批判，那是我们所说的在1968年在世界史上所发生的事，学生和新左翼助派造起了反乱运动，在这平息后，低成长的70年代就开始了。続いて1970年から1990年。高い経済成長の時代が終わり、比較的低成長の時代に入ったのがこの時代です。2度の石油ショックを経た後も日本経済は決定的なダメージを受けず、トヨタ方式などと徹底的な合理化により世界的な不況を乗り切りました。同時に70年代半ばから G7 の一員となり、先進国として認められることになります。ちなみに G7 というのは新自由主義の政策を直接的には、国連総会の力が強くなり、国連に限界を感じたアメリカ及び先進国が取った国連外での世界戦略であり、間接的には反共産党に対抗するのです。1970年到1990年、高度经济成长时代的结束，日本进入了比较低的成长的时代。经过了两次的石油恐慌，日本并没有受到太重大的打击。汽车品牌丰田、Toyota方式之类的方法进行了彻底的合理化，让日本度过了全世界的不景气的危机。同时在70年代中叶，日本成为了西方7国首脑会议 G7 的一员，并被承认为先进国。西方7国首脑会议采取新自由主义政策，使感到联合国力量有限的美国和先进国在联合国之外所采取的世界战略，它也是对抗联合国贸易和发展会议的一个战略。思想的には高度経済成長へ、経済成長、近代化の過程が生み出した社会の歪み、偏重を批判する思想が次々に現れました。その歪みとは主に公害であり、貧困であり、経済成長がもたらした社会の負の部分に焦点を当てたものです。在思想高度成長結束後、对经济成長和近代化的过程当中所产生的社会问题的批判思想也一一抬头。这些社会问题主要有环境污染、贫穷问题等，这些批判把焦点放在经济成长所带来的负面社会问题。60年代末の政治運動の体調のあと、政治的変革の可能性がなくなり、多くの運動は社会運動の形をとって現れてきます。それは多様な分野で開始されました。ウーマンリーグに代表される女性の運動、障害者の解放を目指す運動、反原発運動、反公害運動、アジアとの連帯運動、仮想労働者の運動などなどです。また在日朝鮮人が注目を浴びて登場し、日本における在日の問題が大きな思想的課題になりました。そしてそれまで米軍の統治下に置かれていた沖縄が日本に復帰することによって、沖縄文学が沖縄の政治的問題とともに意識されるようになってきます。それとともに
反戦運動にも別の問題意識が加わってくることになります。60年代末政治運動衰退之後進行政治改革的可能性也消失了，但是日本重新開始了多樣化的社會運動，女性運動、殘障人士的社會運動、反核電運動、反公害運動和亞洲的連帶運動、下層勞動者運動等等，還有在日本居留的韓國人文學也受到矚目，成為日本的一大思想課題。之外美军归还冲绳岛所引发的冲绳岛问题，冲绳文学和冲绳的政治问题也被受到关注，反战运动也被加入了别的问题意识。一つ一つの運動の経緯と推移をここで取り上げる余裕はありません。この運動の特徴は大きく言っていくつかの特徴を持っています。まずこれらの多くは従来の組織、運動への批判という面が強いものでした。これらの運動は従来の進歩的政党、社会党、共産党への在り方、封建的、拡張的団体へと変化し、経済成長の分け前を要求することのみに長くした労働組合の組織に対する批判として起きたんです。またベトナム戦争への反戦運動に象徴されるように被害者は同時に加害者であり、加害者はまた同時に被害者であるという内在的批判を一歩進め、個人の内にある加害者意識を振り起こしています。很抱歉，我们在这并没有时间一一介绍每一个运动的经过和推移。可是我们可以发现，这些运动有几个比较大的特征。首先，这些运动对那些变成封建的家长制度团体，对要求经济成长分一杯羹的劳工组织进行批判，还有反越南战争的反战运动，其实受害者同时也是加害者，加害者同时也是受害者，这内在的批判进一步发掘加害者意识。例えば、ベトナム戦争というのはアメリカの戦争であると同時に、日本にある基地から米軍は出撃し、日本政府もこの戦争を支えているという認識です。日本もまたベトナム戦争における加害者であるということです。またベトナム戦争に並行するインドネシア、タイ、フィリピン、韓国などのアジア諸国に対する日本の経済的プレゼンスの増大も同じ理由から批判の対象となっていきます。つまり戦前の反省の上に戦後の日本の在り方も同時に批判の対象となっていったんです。そして逆にこの敗戦、戦後の体制と戦前の体制との継続性も問題になっていきます。このことは戦前の体制を内面化した我々の日常生活批判に及び、トータルに個人全体としての個人の生活そのものの在り方を批判する運動でもありました。比方说越南战争是美国战争的同时，美方在位于日本的美军基地遣派美军，这个说来日本也是支持越南战争的加害者。还有和越南战争平行的日本，因为他对印尼、泰国、菲律宾、韩国等等亚洲诸国展现自己的经济存在，也因为同样的理由成为被批判的对象。即使说在战前的反省上，战后对日本的态度也成为被批判的对象。相反的，这个战后体制和战前体制的持续性成为了问题，这让战前体制成为内面化的日常生活也受到批判。总的来说，这变成一种自寻个人的生活和形态的运动。50年代から発生したした工場廃液の垂れ流しによるカドミウム汚染が引き起こした水俣病というものが日本であるんですけれども、当初は国家が公害の認定を拒否していきましたが、運動の規模は次第に大きくなり、暫時国家も認めになっていきます。公害問題は他にも大気汚染、原子力発電所の反対など、環境問題、生活問題、生命そのものを守るという問題に発展していきます。近代そのものをラディカルに疑問視するという思想を内在的に生み出していきました。その文学的成果の最大のものに石牟礼道子という人の苦害浄土というのがあります。民族的要素を取り混ぜながら、社会学ともドキュメントともエッセイとも文学とも呼べる独特の文体と内容を持って、水俣病の患者、社会、政治、その思想を描いた傑作です。自然と命の交流に描き、環境問題と社会問題の最も深い思想として提出されました。水俣病に代表される反公害運動の多くは、社会運動として戦われ、従来の意味で政治運動とはなりませんでした。これがこの時代の特徴です。50年代在日本九州由工厂排放的污水所造成的水泥污染事件，就是日本人说的水俣病，当初被国家否认为公害病，
但是反公害运动规模日渐强大，日本政府也不得不暂时承认水污染事件为公害。从此，对大气污染、核发电厂等等的抗议变成环境问题、生活问题、保护生命的问题。日本从内在产生了极端地自寻近代的思想。石牟礼道子所写的《苦界净土》是这一类思想的代表作。这本书中交错着民俗要素，它有着社会学、文档记录、手记、文学等内容的独特文体，描绘了水污染患者、社会和政治的杰作。这也是描述自然和生命的交流、环境问题和社会问题最深的思想。以水污染事件为代表的反公害运动，以社会运动的身份进行斗争，因此它并没有变成政治运动，这也是这时代的一个特征。また女性運動、障害者の運動などは従来の運動から見過ごされていた分野でした。仮想労働者運動は経済成長と労働者の歪みから生まれた古くて新しい運動です。特に東京の山谷と大阪の釜ヶ崎と呼ばれる地域で行われた仮想労働者運動は、その運動の大衆性と思想性の深さが特質に値すると思われます。そこでは明らかに明確に先進国の中の第三世界とアジア連帯への思考が模索されていました。それは経済成長によって中産階級化した従来の労働運動とは全く違った思想が展開されています。しかしこうした運動は堕落したあるいは惰性化した労働運動あるいは政党政治への批判として出てきたため、従来の労働運動がよく把握することができず、そのつながりを欠くことによって政治運動とは別の運動へと拡散していく傾向が強く、その辺がお考えいたしますとは対照的に異なっています。除此，女性运动和残障人士运动等等总是被忽略。下层劳动者运动是在经济成长和劳动者之间的不平衡中所产生的，它带着新和旧的一面。特别是东京的山谷和大阪的福所带头所发生的下层劳动者运动，我觉得我们有必要对它的大众性和思想的深度给予特别瞩目。在这儿，我们的确探讨了先进国和第三世界的要素与亚洲连带的思考。他们拥有和一般的劳动运动完全不一样的思想，可是这样的运动变得堕落或者惰性化，或者变成批判政治运动，因为欠缺原来的劳工运动的本质，他们也倾向于变成和政治运动不一样的运动，这和其他亚洲诸国成为对照。在日朝鮮人問題というものはですね、戦前の日本の植民地化により朝鮮半島から日本への生活のために移住した、あるいは強制連行によって日本で強制労働させられた朝鮮人で、現在日本で生活している、朝鮮人の主に法的地位の問題と、今でも日本に根強く残る人種差別の問題です。これは日本が法的に植民主義および帝国主義を生産できていないという構造的問題でもあります。また沖縄の問題というのは日本の近代化と絡みながら、現在に日米安保条約によって米軍の日本における軍事基地の実に 75% が沖縄に集中しているということの問題です。沖縄の復帰は日本の平和憲法に期待することが大きかったのですが、それは現在に至るまで裏切られ続けています。在日本的朝鮮人的问题是战前从日本的殖民地的朝鮮半岛被强迫到日本生活，或者被强行带到日本去强制劳动的朝鲜人有关的问题。他们现在在日本依然面对法律地位和种族差别的问题，这是无法以殖民地主义和帝国主义来探讨的构造问题。还有冲绳岛的问题和日本近代化纠缠不清，在日美安保条约设定的美军基地，其实有75%都集中在冲绳岛。冲绳岛的回归对日本的和平宪法有所期待，但是至今还是无法解决美军基地的问题。しかしその文学的表現である在日朝鮮人文学と沖縄文学は、先ほど説明した50年代の歴史と民族という問題意識を発展させたものです。文学の多くが冷戦体制の中で方向性をねじ曲げられていく過程で、この2つの文学はそれに抵抗し、自身の課題を突き詰めることで独自の文学表現を獲得していきます。この文学は現在日本では日本批判としての側面が強調されることが多いのですが、
そういった側面があるにしても、歴史的にもアジアにより開かれた要素を多分もその存在し続けているものと思われます。日本文学和冲绳文学都在探讨像我刚才所说的五十年代的历史和民族的问题意识。文学在冷战体制里弯曲方向性的过程中，这两者在抵抗并进行探讨本身的课题上，成功地获得了他们独自的文学表现。冲绳文学现在强调对日本批判，但是历史上它也存在着由亚洲所展开的要素。我做出一个修正，刚才我所提到的日本文学是朝鲜文学。世界のグローバル化と旅行の自由化によりアジアとの直接の交流が実現されるようになったのもこの頃です。特に韓国の民主化運動との連帯運動は盛んでありました。その理由は主に在日の存在に在日朝鮮人の存在にすることができます。彼らは直接の媒介として日韓の交流は盛んになりました。同時に東南アジア特にフィリピン、インドネシア、タイなどの民主化運動との連帯運動もありました。それを主になったのは例えば武藤一郎という人。世界村的构想和旅行的自由化为日本实现了直接和亚洲交流的时代，特别是和韩国民主运动的连带运动也变得昌盛起来，这和在日本的朝鲜人有存在关系。他们被当作直接的媒介，日韩交流也变得热络。同时日本也有在东南亚特别是菲律宾、印尼和泰国等等的民主化运动做出连带运动，武藤义洋是这连带运动的代表。彼の主催するパルク、と英語のジャーナルである安保の発刊は特筆に値します。この雑誌は日本アジア各地の民主化運動の情報を英文で流通させたものであります。アジアではほぼ唯一の媒体であり今日からもっと注目される必要があるだろうと思います。韓国をはじめとしてアジアの各国の活動家たちは東京に集まり情報を交換し得た時期でもありました。東京はその当時ある種の避難都市の役割を果たしていました。この活動の全貌を明らかに作業は今始まったばかりです。我们特别注意武藤义洋所带领的亚洲太平洋资料中心 ARC 和英语杂志 ANPO 一起出版的读物。这本杂志以英文为媒介语，在日本和亚洲各地的民主化运动上流通。在亚洲，这是他们的媒介，所以从现在开始，我们必须对他多加瞩目。这也是韩国和亚洲各国的活动人士聚集在东京，互相交换消息和情报的时期。东京在当时扮演着避难都市的角色，对着活动的全貌进行解析的作业才刚刚开始。経済成長後の社会はポストモダン社会とも呼ぶことができます。消費社会全般を指してそういうふうに呼ばれるのですが、直接には西洋のポストモダンの思想に導入を得ることもその理由となっています。しかし70年代のさまざまに展開した社会運動を小さな物語として肯定していたことの是非は検討に値すべきだろうと思います。しかし冒頭注目すべきは国家の側もポストモダン思想をその戦略として採用したことにあります。これは産業のポストモダニズム化への対応、そして日本の農業人口はついに都市人口を下回ったことに対応する戦略がありました。我们把经济成长后的社会称作后现代社会，西方的后现代思想的导入也成为它如此被命名的原因。1970年代所展开的社会运动被肯定为小物语的对错，也是值得我们探讨的。可是我们更必须瞩目的是，国家也在采取后现代思想的战略。这是为了对应后福特时代主义，还有日本的农业人口以及都市人口有所增减的倾向的对应。続いてですね、1990年から2010年、いわゆるポストイデオロギーというものです。1990年に世界的に冷戦構造が崩壊します。日本にもその影響は確実にやってきました。まず前述した55年体制が崩壊します。保守党第一党である自由民主党は与党ではなくなり、社会党の東芝が首相になる事態となります。
戦争責任に言及したいわゆる村山談話というのはこの時代のことです。冷戦崩壊は同時にアジアの多くの国においてその開発独裁体制が崩壊する時期でもありました。そして各国の民主化が進展するにつれて独裁体制時代に日本と交わした戦後処理の決着が民衆レベルで問題化されることになります。典型的な例が従軍慰安婦。1990年到2001年是后意识形态的时期。1990年世界的冷战构造崩坏，日本确实也受到了影响。刚才所提到的55年体制也随着崩坏，自由民主党不再是在朝党，社会党的党领袖变成了首相。至于战争责任，则是我们说的春山谈话，就是这个时代的产物。冷战崩坏的同时，也是亚洲很多国家中开发独裁体制崩坏的时期。随着各国发展民主化，战后处理变成了民众的问题。典型的例子有慰安妇的问题。アジアの民衆の声は今までも聞こえていましたが、この時代から直接に向き合わなければならない時代となったわけです。また、冷戦崩壊に伴うアメリカの軍事プレゼンスの社会的増大と一極体制は、つかの間のいわゆるパクスアメリカーナを生み、その隙間に湾岸戦争の直後、沖縄で米兵による少女暴行事件が起こり、沖縄の基地問題は大きく前提化することになります。しばらく民衆の意識に上らなくなっていたアメリカの存在が沖縄を中心として徐々に日本で意識化されることになります。我们至今仍旧能听见亚洲民众的声音，这也变成一个我们不得不直接面对的时代。还有随着冷战崩坏，美国在军事上的存在也随之变大。在海湾战争后，冲绳岛发现了美军对日本少女所做出暴行的事件，冲绳的基地问题也变得白热化。之前对美军存在的问题没有过于在意的冲绳人民，也慢慢注重起这个问题来。また日本経済の停滞と同時に、1996年頃から日本に新自由主義が本格的に導入されることになります。国内から見れば新自由主義の導入は経済の停滞の打破という目的を持つものですが、同時にそれはアメリカの戦略に従属したものでもあります。日本はその後アジアではスタンダードになった国家主導の資本主義が80年代までは主流でした。在日本经济停顿的同时，1996年日本正式导入了新自由主义。日本国内把这看作是解决停顿，把这看作是解决经济停顿的办法。但是其实这也是从属美国的一个战略。日本在1980年代后采取了国家主导的资本主义。しかし、IMF および世界銀行による反アンクタとの言うべき構造調整プログラム戦略との整合性を取るため、日本はアメリカから国家主導の資本主義を修正するように迫られ、結果として新自由主義を受け入れたという側面もあります。80年代までの消費者社会批判は、経済の停滞と新自由主義の導入による二極分解によって影を潜め、新自由主義批判と、非正規雇用の労働運動の必要性が高まってくると同時に、アメリカの存在も徐々に批判的に意識されるようになってきます。但是为了整合与世界银行的反构造调整方案战略，日本被迫修正国家主导的资本主义，这也是为何日本导入新自由主义的其中一个原因。1980年代之前的消费者批判经济停顿和新自由主义的导入的两极化，导致新自由主义批判和非正式雇用的劳工运动的出现，同时他们也意识到对美国存在的批判。日本の軍事力は1955年以来次第に高まっていますが、その口実というものは当たり前ですが、国際情勢の変化です。アメリカの戦略に合わせた国際平和貢献の口実で自衛隊の PKO 派遣が91年に出現します。同時に中国の台頭というものが大きな口実になって現在に至っています。日本軍力在1955年以来渐渐变得强大，理由是国际形势的变迁。为了配合美国的战略和国际和平贡献的口号，1991年自卫队派兵到维持世界和平组织 PKO。与此同时，中国的势力也渐渐抬头。グローバル化はしかし現実な人的交流を実現して、今日私が来ている行動の活動の主体であるマックの活動のもとである
浅井書院のつながりも90年代から徐々に形成されてきたものです。浅井書院に限らず70年代からの民主化運動のつながりがさらに中国大陸の資金を含んだ相互の交流、労働組合の交流、反基地運動の交流、冷戦体制の犠牲者との交流など様々な分野で意見の交流が活発に進んでいることになります。国际化让人们实现人与人之间的交流。主办今天的讲座的亚洲MAT 的总部亚纪书院也是1990年代形成的。不止亚纪书院，我们和70年代开始的民主化运动、中国大陆知识分子、劳工组织、反美军基地运动、冷静体制的牺牲者的交流等等，各方都积极参与交流活动。そして2011年から4年までするか、現在これを短い4年間で一区切りします。2011年3月11日、よくご存知でしょうか。日本の東北地方で地方沖で巨大な地震が発生し津波が押し寄せ多大な被害をもたらしました。その被害は沿岸に設置されていた原子力発電所に及び福島にある4基の原子力発電所は電源を喪失しメルトダウンを起こしよって大量の放射性物質が日本中に拡散することになります。原発事故とチェルノブイリ原発事故と並ぶ原発事故が発生したんです。これにより生命の危機を感じた民衆は関東地方を中心として日本全国で大規模なデモと集会を繰り返すようになりました。今までごく単発にしかデモのなかった社会が突如として35年間何もなかったんですけども突如として毎週デモをどこかで やっている社会へと変わっていったんです。在2011年3月11日日本東北部发生了强烈地震和滤波津波，许多沿岸的核发电厂都受到破坏，福岛的四座核电厂停电了，许多有害的放射性物质在日本扩散。和当初的 Chernobyl 核电厂一样，日本也发生了核泄漏事故。感到生命受到威胁的民众以关东地方为中心，在日本全国召集大规模的抗议行动。至今只举行零零星星的抗议行动的日本，突然变成每个星期都举行抗议的社会。直接的には生命の危機感が根底にある民衆のデモンストレーションですが、事故の性質上、複雑な原子力発電所の構造から放射性、目に見えない放射性物質の性質に至るまで民衆はかつないほど自分で学習することを強調されました。そうしないと死んでしまうという危機感があります。因为直接感到生命受到威胁，民众举行了这些示威行动。但是在核泄漏事故的性质上，民众不得不自己研究有关复杂的核电厂的构造和放射性物质的害处，因为如果不这么做的话，可能真的会有生命的危险。でも2012年に空前の高まりを見せます。多くの人々は生命の危機から原子力発電所を54基も作ってしまった日本の近代で深く反省し始めます。70年代以来のこの近代化に対する歌が一気に一般的なものになりつつある、一般的になったんです。民衆の気持ちはこれをきっかけにして政治的に今まで日本のあらゆる歪みを正しいものにしていってほしいということでありました。この時期は同時に中国との領土問題をめぐるコンフリクトが生じたとしてもあります。その背後には明らかすみませんその操作には明らかに背後にアメリカの存在が感じられるものでした。在2010年我们看见空前的抗议行动，很多人开始对建立了54座核发电厂的日本的近代化做出了深深的反省。在1970年代以来，对近代化的疑问突然间变得普遍起来。以这件事情为契机，民众尝试纠正在政治上日本到目前所发生的所有不正。这时期日本与中国产生领土纠纷的问题，美国在背后的存在感也不能受忽视。そして当時政権与党でありました民主党が原発事故の処理に失敗し、民衆の気持ちは不安と同時にさらなる政治的改革を要求するものでありました。この不安と民主党の失敗によるオルタナティブの不在、さらにはアメリカによるアジア回帰リバランスなどの、戦略をもって安倍政権の中で安倍政権という極右政権が日本に誕生することになります。
时掌握政权的在朝党无法解决核泄漏的问题，民众也因此感到不安和要求政治改革。民众对核泄漏的不安和民主党的失败，美国回归亚洲和再平衡政和再平衡战略，让安倍的极右权，让安倍的极右政权在日本诞生。日本の対米中国の一番の問題点は、日米安全保障条約という単なる条約がですね、二国間の条約が日本の最高法規である憲法よりも上位にあるという点であります。その点をはっきりと示したのが、憲法改正を実現できないために安倍政権が提出した新たな安保法制の解釈、安保法制の解釈です。そして沖縄では新たな基地建設を拒否する。沖縄の民主運動が高まり、ついには新基地建設を県知事が正式に拒否する段階に至っています。つい先月まで国会 前であるいは日本全国で安保法制への反対運動は、全体で60年を上回る行為を見せました、自分たちがアメリカの戦争に巻き込まれることは嫌だという危機感、そして日本の軍隊が海外で戦争をすることに対する危機感からです。日本对美国的重属的最大的问题是，日美安保条约竟然超越了最高的日本宪法，因为无法修改宪法，安倍政权对日美安保条约提出了新的诠释。因为这样，在冲绳民众为了反对建造美军新基地而做出抗议活动，最后县长也拒绝让日本政府在冲绳建立美军新基地。上一个月在国会前或者在日本全国，反对安保法制的运动超越了60年前的盛况，民众心里有着因为美国而被卷入战争的危机感，还有日本海军可能会被派往海外参与战争的危机感。そういうことは二度とあってはならないことなんです。特に若者たちは直接に自分たちの問題であります。彼らは直接には戦争の問題、そしてそれ以上に、原発事故による第二の敗戦ともいうべき事態を最も深刻に受け取っています。経済の二極分化が相まって、まさに民衆の生活の危機を代名したものも十分に理由のあることです。これが先どうなるかという展開はいくつかの方向が示されているものの全くの未知数です。战争是绝对不能被重复的，这问题直接牵连到现在的年轻人，他们将是战争和上述的核泄漏事故所谓的第二次战败的直接受害者。经济的两极化牵连着民众的生活，以后这些事情会如何发展，完全是个未知数。この4年間、そしてこれからの運動の歴史的根拠を50年代、先ほど語ってきましたように50年代に求めるの、あるいは70年代に求めるの、また今まで語ってきた歴史はどこで統合されるのか、未だコンセンサスはありません。原発事故、米軍基地問題、安保法制、さらには新たな経済同盟を目指して中国と対抗する目的を持った TPP といったことは対応に最大の問題として現在浮上してきています。それらの問題の根源はアメリカです。このアメリカへの従属はある限り、つまりは50年代からの最大の課題であった日本の自立が実現しない限り、アジアと直接に向かうことは困難でしょう。しかし逆にアジアがこの問題の解決のきっかけとなることもまた真実だと思います。这四年我们该对1950年代还是1970年代质询这些运动的历史根据，还有到目前被诉说的历史该在哪儿被统合起来，至今还是没有一致的意见。核泄漏事故、美军基地的问题、安保法制，还有锁定新经济同盟的目标和中国对抗的跨太平洋战略经济伙伴关系协议 TPP 是目前最大的问题。这些问题的根源是美国，只要日本一天还从属美国，日本就无法自立，这是1950年代以来日本最大的问题。只要这问题一天还存在，日本就无法和亚洲直接对面。可是亚洲是解决这问题的契机，这一个事实是无法被否认的。以上でですね、戦後70年間の歴史を40分でしゃべるということでしたので、何とか40分でしゃべりましたが、ほとんど、最初の上先生のですね、疑問にどこまで答えられたのか、あるいは、本当に展示会にしゃべりましたので、全く説明不足の部分がたくさんあると思いますが、後で質問していただければと思います。ありがとうございました。
告诉我必须在四十分钟之内完成我的演讲，但是我不晓得对于魏老师的问题，我的答案到底足不足够，我还不清楚，所以我待会儿会回答大家的问题。非常感谢执政先生。其实执政先生之前已经写了一个简单的一个讲稿，可是昨天他抵达这个吉隆坡的时候，为了能够让整个这个口译的工作能够更顺利，其实他几乎了完成整个的这个讲稿，所以十分的感谢。所以其实刚才我们也看到说，在谈这个战后七十年，尤其是日本战后的历史批判跟思想，其实我们看到这个执政先生他其实比较从一个历史的角度还有从思想的角度去让我们了解说，到底日本在这个战后怎么样重新去思考日本人在这个思想构造上面的问题，包括体制的问题，甚至包括说国民国家的问题。那我觉得非常有趣哦，如果大家有读这个大江健三郎的一本书叫冲绳的杂记哦，他在很多的就是这本书其实是他到冲绳旅游，而他觉得说他作为一个日本国人到冲绳，其实面对冲绳人，他一直觉得有一个拒绝他的声音，可是他又觉得必须要带着一个反思的一个角度来到冲绳。可是我为什么会谈这个，因为在他的很多篇小文里面都重复这一句话，就是说我们到底要做怎么样的一个日本人。这个就是慈善先生所说的国民的问题，他不断地重复说我们能不能不要做这样的日本人，而能够做那样的日本人。这其实也回到我们在思考，如果回到马来西亚，我们在谈一个公民的问题，我们要做怎样的公民，我们可不可以做这样的公民而不是那样的公民。那当然慈善先生他这个他举父丸山真男竹内好，这些都是日本的思想家，所以他们在探讨日本战后的问题的时候，他们想不想要日本重复其实这个侵略这种战争跟殖民的问题的时候，他们觉得整个社会必须要从思想上面来改造。这个就是慈善先生所提供让我们看到说日本的思想家他们的一个思考的方式。但慈善先生也帮我们很好的去梳理了说，在战后其实我们也看到说他经过了一个在日本不同的社会里头整理出所谓的战后时代五五的体制后意识形态的时代。那可能慈善先生其实还没有特别针对可能日本民众或者知识人他们本身怎么样去思考战争本身，也许这个是大家非常期待想要了解的，也希望说待会如果有什么问题可以踊跃的这个提出，请慈善先生来回答。那我们现在可能要转换一下这个语境哈，那我们其实也很高兴能够请到陈雅台先生，我一直觉得是他是最适合的人选，要不然他今天其实我是要请他来做主持人的，所以我觉得有更重要的一个任务，他能够其实从这个马来西亚在二战之后，其实我们看到很多文史工作者在做很多的整理的工作，包括刚才提到的说他提到的郑先生是郑兆贤先生在马国一直在整理有关当年这个日军在马国的一些暴力的一种行为哈。所以我们也想请这个陈雅贤先生通过他的这个经验哈，其实来回忆这个慈善先生的这个看法。谢谢叶萍，这个我坐在那边，体温越来越低，血压越来越高。在很短的时间里面去消化日本战后这个社会发展的一个脉络，这个心跳加速。不过我想先从马来西亚印象中的日本来谈起，然后接下来下半段这个回应一下这个刚才我对这个我们老师的一个谈话的理解跟反应。各位不晓得各位大概知道日本人什么时候来到马来西亚，来到吉隆坡。
很多人就马上会想到是二战前后，其实不是，明治32年1899年英殖民政府拨了两亿亩的土地给吉隆坡的日本人作为殡葬用途，作为墓地。也就是说，明治32年，我们遥想这只有两个，一个是在日本，一个是在教科书上。但是明治32年这几个字呢，刚好就写在这个语文出版记录哦，现在叫辽南八社日本墓园的门口的柱子，叫做明治32年日本人墓。换句话说呢，在116年前，日本人就至少已经来到出现在吉隆坡，而且年代肯定比这个还早，因为墓地的这个安排表示已经有人过世，所以是在明治32年1899年。而马来西亚跟日本建交是我们国家独立的那一年，就是1957年，马来亚跟日本正式独立。独立之后，其实一般普罗大众对日本的印象，我个人初步的探讨，我想建立在几个面向。第一个当然是二战时期的太平洋战争，日本侵略马来亚3年0-8个月，这个部分呢是众多众人这个比较深刻的印象。那其次是这个敦马哈迪担任首相期间，也就是1980年代初期提出向东协西政策的时候，向东协西是协西日本和韩国，但是在实质的关系上，实质的这个成果上，显然日本的因素或者日本的影响力超越韩国。除了具体的事项，除了派学生到日本留学之外，更具体的成果便是促成马来西亚跟日本三菱公司来生产我们的国产车，这个 Proton。 这个是第二，我认为是第二个大家印象比较深刻的。当然比较柔性的、比较潜在的是日本产品在我国的通销，从汽车、所有大丰大等等，一直到家庭电器，一直到最近的这个 Uniqlo 服装，这个是我们对日本的这个柔性的这个认识。再来呢，是很多人开始参加 Bon Odori Festival 来去跳舞。实际上 Bon Odori 呢是比较接近我们清明节哦，是招魂的一个。不过我们跳得很高兴哈，我们不理他什么背景啊，总之。这个大家一起跳，穿着日本装，我想这个是一般人对日本的印象。那再回应一下，再接下去谈一下日记时期3年0-8个月，当然是一个惨痛的岁月。70年后的今天，余波持续荡漾，到目前为止没有任何迹象显示缓和或者是解决的迹象，尤其是在华人社会。情况更是如此。那但众所周知，二战期间华人是抗日的主要力量，那日据时期成为最大的受害者。那保守估计呢，牺牲人数，保守估计是超过10万人，那有的人把这个数字推高到30万人。那华人的不满跟愤慨不难理解，问题的症结在于日本政府始终没有对二战时期的侵略行为做出明显跟坦诚的道歉。日本的态度跟战后的德国非常不一样，德国承认侵略的罪行，因此放下历史包袱，重新出发。二战结束后至今70年，战争的阴影和不满没有随着岁月的流逝而消退，而且每年到了8月15号，也就是二战结束，有人把它称为二战和平日，有人把它称为日本投降纪念日，那么要求日本道歉的呼声又再出现。特别是今年还特别，因为70周年，雪隆地区还发起要设立一座马来亚二战人民蒙难纪念碑，来纪念这个蒙难的这个历史。这种情绪没有消退，还是回到日本政府的态度。那一般人的印象是，第一，日本政府非但没有
道歉，而且历任首相还不时到东京的靖国神社参拜二战时期的战犯。当然在日本可能是这个国家英雄，那我自己在1997年到过日本参观这个靖国神社，那么到那个地方所见，凡是到那个地方的日本家长带着孩子都是一副非常虔诚的一个态度，所以我一直在想回到这里要求日本道歉恐怕是一件非常困难的事情，因为到靖国神社对他们而言是参拜国家英雄，而不是参拜我们所理解的战犯。但第二个是针对慰安妇的道歉跟赔偿问题始终没有解决。第三呢是日记时期新马华联社会被迫捐献的5000万奉纳金，谈谈停停，总之没有结果。但第四呢是这个日本不时又传出修改或者有的人说篡改历史教科书，淡化二战时期日本的侵略行为。那最近日本参议院通过这个安保法战争法案，允许日本军队在必要时可以出兵。那这个举动不禁让人担忧日本右派军国主义是否复辟东山再起。那根据媒体报道，实际上日本国内有80%的民众以及90%的宪法专家其实并不赞成修改这个和平宪法，而且认为在国会的讨论时间不够。但是安倍首相凭借他在这个执政党在国会的优势，在参众两院强行通过，这也意味着日本自卫队在必要的时候可以扩展到海外。那至于向东协系政策所促成的国产车计划，这个很抱歉，在这部分我比较不太爱国哦。对于马来西亚国产车计划，一般人的口碑没有太好，认为这是长不大的重工业，需要政府扶持和保护才能生存的汽车计划。这个国庆日讲不太爱国，实在不太好。那至于日本产品、汽车、家电各类产品、服装，我认为是一种深入民间的一种软实力。那么我们刚才这个老师提到整个日本战后的一个发展，我自己感觉到非常的这个深刻尤其是首先谈到第一阶段，从1945年到1955年，这个被称为战后的年代这个重要的10年。实际上根据老师刚才的这个叙述里面对战争经验做最多的一个反思特别是当然这个反思里面牵涉到众多，包括日本的宪法、旧金山条约、共产党等等各种错综复杂的因素交织成一个相当混乱的一个局面。我无论如何可以看到这个对战后这个反思呢，其中一个当然重要的因素到今天为止还是非常重要的一个因素，就是美国因素美国因素在日本战争的过程中以及战后以及包括这个安保条约等等，都跟日本的战争时期跟战后包括到今天的全球战略有非常密切的关系。而日本在跟美国的关系上似乎又摆脱不了美国的牵制甚至对最新安保条约通过的忧虑是会不会日本变成美国战略的一个棋子，配合美国的政策起舞。这个是在日本里面国家里面探讨最多的。当然刚才老师也提到像一些思想家的这个分析，这个包括丸山真男等等来战后谈到日本要成为，刚才我们主持人也讲日本要成为一个怎么样的国家，其实这个提问呢也表示说日本人其实对于美国的影响力始终耿耿于怀，也就是说日本好像是一个不全然独立的一个国家，背后好像有一条绳子在拉着，而这个拉着绳子的正是这个日本这个美国的因素。
所以当时这个讨论包括对战前的讨论，对美国依赖的讨论，那包括像这个韩战的爆发，所带来的冲击，当然民众在这个方面有比较大的一个反应，但对提出是民族自和平跟独立这样的一个口号，这样的一个概念，那我们当然会感到惊讶啊！如果没有接触，民族可以理解，和平可以理解，怎么谈到独立呢？独立这个字眼对我们来讲说，哎，日本不是独立吗？为什么还谈独立呢？其实潜意识里面也反映说，日本至少日本民众心里面感觉到日本对美国的依赖，或者反过来说，美国对日本的牵制太大了。从战后到今天，似乎这个依赖这个牵制，丝毫没有减轻，甚至是变本加厉的。我想在探讨这个部分的时候，这个老师接下来谈到日本国内的众多变化，特别是针对经济大好的时候的变化，经济开始走下坡的一个变化，特别是这种社会运动、民众运动的兴起，对这个环保公害等等的这个反弹，等等这个所表达出来的关注，甚至到最近的这个2013年核电厂这个泄漏事件所表达的一个担忧，所反映的一个忧虑啊，因为这个执政党当时。甚至到今天，还是没有办法很好的解释、很好的处理这个核电厂泄漏所带来的这个生命的一个危害。当然，在二战问题上，大家会联想到这个日本春山谈话，也就是说，这个日本首相春山，算是对于受侵略国家来说，算是一个比较正式面对，认为日本在二战时间的确有他的罪行，但是后来的这个首相显然就尝试去推翻，或者是不接受这个春山的，去否定春山的一个谈话，所以到目前为止，我们每一年，特别是到了8月15号，都要把。我们一直以来谈的问题重复再念一遍，这个慰安妇的问题，5000万的这个丰纳金，还有篡改历史啊等等这样的一个问题，一直在重新重复一遍。那么在刚才谈话里面，我们也发现到，回到国内，回到马来西亚的一个情况，我个人也有这样的一个感觉，就是在处理日本问题，这个二战问题，这个战争罪行或者对战争的反思呢，华人社会似乎比较倾向于停留在一个悲情，停留在悲情。但是我们如果对比于刚才老师所做出的一个叙述，我们对于战争。之中所带出的，比方说族群关系，刚才也有提到了，二战日本对马来亚最大的一个破坏，第一个是经济的破坏，一个是对华人的残害，第三个是对族群关系的一个破坏。我们在谈二战历史，或者每一年到了这个时间，其实我们都很少去处理二战期间的族群关系，我们就谈比较多的时间是集中在谈华人的受害，而比较不愿意去碰这个马来友族、印度友族怎么去看这个历史。如果记忆所记，好像我们本身也没有主办过跨族群来谈二战历史这样的一个主题。第二个我近来比较深刻的感受，就是谈到二战，对二战的反应，我们似乎又掉入了日本、中国、美国三角关系角力过程中的一个棋子，尤其是中国因素的影响越来越深，
深到我感觉到好像本地的华社有点不由自主，又掉入这个尤其是中日的国际角力之中，所以这个是我想在处理日战这个二战问题上，我们这个似乎一直在重复同样的这个诉求，重复同样的一个观点，但是除此之外好像没有太大的变化。70年来哦，这个反思不够，我个人认为不够深刻。我们是厌弃填满，但是除此之外似乎没有更深刻的这个反思哦。所以在那同样的对于国际关系的处理上，其实我们也是到目前为止还是相当孤立的，相当孤立自己看这自己的一个问题。那对于包括日本这个安保条约的讨论通过，我们感觉上好像很关心，实际上也好像漠不关心，至少说对于这个问题的讨论其实也是非常非常匮乏的。这个也就是我在谈到这个问题，也就是陈老师分析战后这个70年日本社会的这个变化的一个过程，我们再来回头看，我们在二战之后70年来的这种思想的变迁。那总体来说呢，我们比较少去梳理族群间的关系，特别是对日据时期的反应。70年后的今天，我们怎么看这个二战？然后我们的友族同胞怎么看二战？实际上我们都比较少去碰到这一块。那其他的部分呢？刚才听老师比较详细的这个分析每一个不同的一个阶段，日本的一个变化啊。那我觉得当中刚才提的它的主轴还是美国因素的影响，美国因素的牵制，甚至美国日本对美国的依赖，到目前为止还是这个日本民众日本之世界非常关注然后讨论最多的其中一个环节。我想我就简单回应到这里，谢谢。非常谢谢杨海先生，果然我们没有找错人。非常谢谢，其实杨海先生从其实在马来西亚，尤其是华社里边一般对这个日本的印象，包括说后来的这个政府的政策，以及到华社比较关心的三个主题，慰安妇、这个奉纳金跟这个日本教科书，最后可是。来提供他的想法。可是我觉得最后其实也有一个重要的问题，就是说过去在这个二战之后的70年哦，到底我们的思考哦，其实有没有一个进程哦？因为其实刚刚提到这个二战的族群关系，其实还有刚刚我自己想到，就是原住民的其实是很重要的一个部分，到底在不仅仅说今天马来西亚，因为当时其实还没有这个马来西亚的这个成立，包括说东马的原住民，其实很多时候也参与在这个战争当中。可是常常我们在思考族群关系当中，原住民好像不在我们的一个视野里面，这或许是之后我们也许也要去反思的一个问题。那因为其实我们时间非常宝贵，那我们现在其实就开放问题交流。那因为其实我们今天有涉及到这个翻译，所以尽量请大家在发问的时候可以表明自己的身份。第二就是比较简扼的扼要的，就是提出您的问题。